本日は角田彩乃さんです。生年月日1999年2月26日、身長156センチ、スリーサイズ88、56、87、山口県出身。小さい頃からとても活発な子で、目を離せば何をやらかすかわからないという危なっかしい側面であり、ある時などは市営住宅の屋上へパイプを伝って登り、それを通報されて母親が謝り倒したという、そんな出来事がありました。また秘密基地を作って遊んだりと、男子のような行動力だったといいます。 JK になってからはさすがに落ち着いたのか、部活ではおことを引いていて、朝から晩まで練習三昧だったそうです。そんなある日、交通事故に遭ってしまい、3ヶ月ぐらい顔面麻痺が残り、このまま一生笑えないかもしれないと覚悟までしたそうです。しかし麻痺が治って笑えるようになると周囲からその笑顔を褒められ、それがきっかけで笑顔を生かしたいと思い始め、そんな時に友人からの勧めでネット配信をしたところ、視聴者から芸能界には興味がないと言われたことがきっかけでオーディションを受けたりもしました。学校卒業後上京し、様々なオーディションを受ける持ちまくりましたが、とある事務所から声をかけられ、アイドルとしてデビューしたのが2019年2月のことでした。当初は声も出せずダンスもダメで、かなり苦労したそうですが、2021年に SNS に掲載した画像を見たヤングジャンプの編集部から声がかかってグラビアデビューをしました。学生時代にあれが原因で100回ぐらい告白されたという苦い経験があったので、当初水着は NG にしていたのですが、声をかけられたのも何かの縁と思ってグラビアに挑戦したというわけでした。2021年4月には所属していたアイドルグループが活動停止し、8月に大手のオスカープロモーションへ移籍しています。以降はグラビアアイドルとして活動しており、これまでにイメージ DVD 2本、そして2023年にはファースト写真集をリリースしています。2023年からはバラエティ番組やラジオ番組、そして2024年にはドラマ、不適切もほどがある出演し、女優としての第一歩を踏み出し、今後の活躍がますます楽しみな角田さんでした。当チャンネルでは毎回話題のグラビアアイドルを取り上げていきますので、よろしければチャンネル登録をお願いします。